本の楽団の皆さんね、こんなぴったり会うのは実はですね、ベテランの方たちなのに公民館借りて練習してきたんです、今日のために。そういう努力もあるということで、はい、お願いします。はい、タイトルが変わりますけども、はい、金子先生、先ほど滝沢さんから10年前に来てくださって一緒にありましたけども、金子先生はですね、このチラシにもありましたけども、1944年愛知県生まれで、愛知大学の法学部を卒業して、愛知大学大学にですね、鈴木康三先生に師事されました。鈴木康三先生って聞いたことありますよね。日本国憲法の創者の一人ですよね。で、日本の青空っていう映画を昔見ましたよね。あの時の主人公ですよね。の学弟子なんですよ。で、それで、鈴木先生が日本民主法律家協会というのを作ってですね、もう大変な運動されたんですけども、それを代表理事もされたこともありました。で、本当に国民の幸福のために世界と日本の憲法問題を科学的に改善するためには、憲法学、政治学、社会科学が必要であるという、そういうことをね、勉強されました。で、いろんな本を書かれてるんですけども、なんといっても金子先生のね、すごいところはですね、憲法教室っていうのは、いろんなところで、自分からお誘いして、ずっと憲法を始めから、基礎からずっとそういう講座をね、いろんなところで持っていらっしゃるんです。埼玉では、機関士協会が、コラボでやってますよね。で、何回ぐらいあるのかな、金子先生、何回ぐらいあるんですかね。もう6年ぐらいですから。はいはい。で、ずっとね、本当にいろんなところでやってます。平和委員会ね。平和委員会。はい、はい、はい。やってますね。それから、埼玉の戦争展、こういうところやってますね。一番最後のところで、金子先生のところで毎年やります。っていうふうに、本当に先生の、憲法のことを私たちが自分の言葉でね、語れるような、語れるの多くの人になってもらいたい。それには、星の数ほどっていう言葉をよく使うんですよね。どのぐらい星あるかわかんないですけども、星の数ほどの、憲法の学習会をもしましょうっていうふうに呼びかけて、今日も本当に遠いところから来てくださいました。で、なんとなくですね、先生は趣味は漫画と落語で、で、特にですね、斉藤隆介作、滝沢二郎挿絵の花咲山、うん、あれがとっても好きだそうです。じゃあ、よろしくお願いいたします。はい、それでは、金子先生の講演、岸田政権による改憲と大軍拡、戦争の前夜の始まり、金子先生、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました立正大学名誉教授の金子でございます。どうぞよろしくお願いします。で、今開会の辞でありましたようにですね、10年かけてですね、この晴山の皆さんが大輪の木になられてですね、そしてこの小牧、それから中尾の皆さんと一緒に今日の大変素敵なですね、平和の集いを開いていただいて、どうもありがとうございます。参加させていただいて大変光栄に思っております。で、ただいま皆さんと一緒に黙祷しましたんですけれども、ロシア連邦のプーチン大統領政権がですね、ウクライナを侵略戦争を行いました。そして21世紀の特色と言えるんですけれども、ロシアに味方して誰もロシアと一緒にウクライナを攻める国がないんですね。それから逆にウクライナに味方してウクライナと一緒にロシアと戦争する国もない。これは21世紀になって初めてこういう現象なんですね。アメリカはイラクを戦争した時はイギリスだって、ドイツ、みんな NATO は戦争したでしょ。けれども今回 NATO も戦争しない。これなんだ。やっぱりこれはね、世界のですね、平和を愛する民衆が力を合わせてこの
侵略戦争は許さないというものすごい強固なんですね、意思を表明していることによってこういう事態が生まれているのではないか、今日までなんですけどね。でもしこういうふうにしてですね、経済戦争でロシアの侵略をやめて戦争が終わったら、21世紀のですね、私たちの平和の理論はもっともっと発展できるという、まあ、そういう意味でものすごいですね、大きな意味を持っているこの戦争であるわけですね。そして武力を使わないで平和の力で、経済戦争を含むですね、平和の力でこれから世の中の紛争を解決していくという一つのですね、テストケースになるという、そういうあの戦争でもあるわけで、で何としてもですね、私たちの平和の力でこの戦争を早く終わらせることができるように皆さんと一緒に頑張りたいと思っています。今日はそういうことを踏まえましてですね、じゃあ日本は一体これからどうなるんだということのお話をさせていただきます。それが岸田政権による改憲と大分割、戦争の全部の始まりということになる。で、皆さんのお手元にですね、私の手書きのレジュメと、それから大きい A さんのですね、この資料を事務局から大変ご面倒をしましたけれども、用意させていただきました。で、この資料はお話の中でですね、皆さんここを見てくださいというときにご覧いただきたいと思いますけれども、この皆さんのお手元にあります B4 のレジュメに従ってですね、これからお話をさせていただきます。はじめに。で、ロシア政権、ロシア連邦、正式な名前はロシア連邦。ロシア連邦のプーチン大統領政権によるこのウクライナ侵略戦争が行われましてですね、で現在メディアの報道によれば学校、病院、それから劇場、原発施設への爆撃が行われ、そして民間人の虐殺、性暴力、子どもの殺害、略奪、それからロシアは世界で最もたくさん核兵器を持っている、俺の国を襲ったら核でお前の国を滅ぼすぞという核恫喝まで行われるというですね、この状況が生まれております。そして皆さんのお手元にありますですね、後ろの方資料のですね、この資料の10のところにですね、核原発施設への人類初の原発施設への攻撃が行われたという資料がありますね。それから資料11はですね、子どもや女性や性暴力が行われ、いろんな人が殺されているというデータがある。そしてウクライナの発表とロシアの発表、みんなお互いがこの、ね、相反することを言ってますけども、こういうような状況で、最後12ページのところにありますようにですね、この民間人の殺害や性暴力、子どもやそれから略奪が行われているという、まあ、こういうような状況がこの今私たちがテレビやSNS 等々で見ることができる。で、このですね、事態が起きたときに、日本でですね、広島、長崎、ビキニの核兵器の世界 初のですね、核兵器被害を受けた国の政治家が、もう一回日本にですね、アメリカの核兵器を持ち込んで、で核を使うことができるようにしようという議論をですね、始めた。これが2ページのところのですね、この核共有、ニュークリアというのは核兵器です。で、共有はシェア。で、皆さん今シェアというのは払ってますよね。一緒になって、テレビでも出てるでしょ、一緒になって住んでワイワイやるし。で、核兵器共有論。それから核兵器共有論をやるためには、非核三原則が邪魔だから、これも、とっぷらってしまうという理論が生まれているわけですね。で、核共有論というのはどういうことかというと、このアメリカの核兵器を日本にもできて、で、使うときは、アメリカが核兵器を使うときは、日本も一緒になって使おうという、核兵器を使おうという理論ですね。
から非核三原則というのはですね、これは沖縄が日本にですね返してくるときに、この沖縄には米軍の核兵器があったわけです。すると沖縄が返ってくるとアメリカの核兵器も持ち込まれるからという反対運動が起きたときに、あの今の安倍さんの母方のおじいさん岸信介ですね、岸信介の弟佐藤栄作っていう、で岸信介、佐藤栄作、安倍晋三なんて安倍一族で悪いことやってるわけですけども、でその佐藤栄作という人が沖縄返還の時にですね、核兵器を作らず持たず持ち込ませるという原則で、これで沖縄を変えて安心ですよと言った。でこの核兵器を作らず持たず持ち込ませずを佐藤内閣総理大臣が政策提起した時に、衆議院でですね、1971年11月24日衆議院本会議で非核三原則を決議してるということは日本のですね、この方針になったわけですね。でこの非核三原則を崩さないと核兵器日本に持ち込む、核共有できないというところがある。だから従ってこの安倍さんもこれから日本維新の会も核共有をやるためには非核三原則をこの取っ払おうと、まあ、こういう動きを出てるということになるわけですね。で具体的に2ページの A のところですけど、まず一番口に切ったのは安倍晋三元総理大臣で今安倍派の親分ですけれども、2022年2月17日のフジテレビだって、フジテレビというのは産経新聞と一緒でですね、これを日本の国をどうしたら戦争できる国にするかということばかりやってる、放送局なんですね。そしてもう一つ、このフジテレビのですね、クイズ番組はみんな東大、京大、早慶、早稲田以外の人間はみんなダメだという、そういうクイズ番組ばかりやってる。知ってるからです。知ってますからね。で東大、京大、早稲田、慶応、まあ青山学院、マラソンで強いから入れるぐらい、あとの、ね、人間はどんどん、まあ、危ない人間だからこんなものダメだという、そういうクイズ番組ばかりやってる、そういう番組なんですけどね。でこのフジテレビでも系列 この日曜朝7時50分からという、7時30分、誰が見てるのか分かりませんけど、このザ・プライムというですね、あの番組で、そこに出た大阪市長の橋本徹というですね、これまた、戦争には性暴力がつきものだから、売春法、従軍慰安婦を作らなきゃいけないということを言って、大臣職を買った橋本徹というのが、今、どうやって知らんけども、テレビで出てるんですね。でそういう男と一緒に共謀してですね、いや日本も核協議やらなきゃいけないってことを言った。そして安倍さんがそういうことを言うと、安倍さんのおかげでこの総裁選挙の立候補できた、それから今政調会長やってる高市早苗さんという女性がいるんですね。で大体なんでか自民党の中の総理大臣になる女性っていうのは最も悪いことばかりやる人なんですけど、高市早苗とか片山さつきとかなんかっていうのはね、ちょっとそういうこと言うと怒られちゃうんですけど、まあ、この高市早苗という自民党の政調会長の人がですね、記者会見で、それから国民民主党の玉木雄一の人の記者会見で、いや、もう非核三原則なんて取っ払いましょう、それから2022年の3月3日にだですね、ひな祭り、女性のお祭りの日で、ひな祭りの日にですね、この日本維新の会の藤田幹事長は外務省を訪れて、核共有の議論を始めようということを申し入れするということです、ね。そして日本維新の会の松井一郎代表はこの2月28日の記者会見で、非核三原則なんて昭和の価値観だから、もう令和の時代には古いよなんてことも言ってるんで、この核を煽るという、まあ、そういうようなことまで起きてしまっているということになるわけですね。そしてこのウクライナのですね、今悲惨な状況を見るときにですね、で日本もひょっとしたら、日本もひょっとしたら2027年にもし自民党政権が続いてたら、また同じようなことを中国でやるかもわからない、そういうことも考えなきゃいけない。なぜかというと、このバイデン大統領政権は2027年に中国が台湾に侵攻するかもわからない、その時に中国は台湾を守るために米中戦争をやるということを前提条件にして今外交政策をやってる。だから今バイデン大統領政権は中国と戦争する準備をしてるんですね。
その時にロシアのプーチンが変なことやったから、こんちくしょうと思って、だけど話してる。そして日本が日米安保条約があるわけですから、アメリカが戦争すれば、日本も参加しなきゃいけない。だから岸田内閣総理大臣は就任する前から、俺が総理大臣になったら憲法9条を改正して自衛隊を日本軍にするための改憲を行う、それから今の戦争をやるためには今の軍事じゃ足りないから、今の軍事の2倍にするという大軍拡を言ってる。これが今岸田会見の言う会見と大軍拡のですね、根拠になるわけですね。そして岸田総理大臣はですね、この自民党の派閥の中ではですね、このちょびっとだけ平和的な派閥、これがこの吉田茂の系列で宏池会という派閥 の、 この特色なんですね。で、宏池会に所属してるから俺はハト派だ、しかも俺は広島出身だから、ハト派だと言いながら、ハト派のふりをして、かわいいふりしてやるってんだ、あの歌があったでしょ、あの子やるもんだねっていうの。あと、ハト派のふりをして、この大軍、高派の大軍閣と会見に社会人になってるっていうことになるんですね。そして、自民党議員にとって、総理大臣になるためにはですね、どうしても自民党の総裁にならなきゃいけない。で、自民党の基礎で、自民党から総理大臣に推薦させるためには、総裁を必ず総理大臣候補にするという約束規則があるから。したがって、総理大臣になりたい人は衆議院に議員で、自民党の総裁にならなきゃいけないわけですね。で、岸田さんは総裁になる、総理大臣になるとき前に、自民党の総裁選挙を立候補したわけでしょ。2回落選したけれども、今度は3回目は安倍さんの推薦があるから高市が出るけれども、これは河野を落とすためだと言って、そして総裁になったわけだ。で、その総裁になる時の記者会見が2021年9月17日に行われたわけですね。で、その時にこういうことを言いました。自民党が掲げる自衛隊を憲法の中に明記する根拠などは現代的な意味で重要な課題だ。で、総裁の任期中もここで自分は当選するってことを言っちゃうわけ。総裁の任期中、自民党の総裁は1期3年で3期までできるわけで、9年間できるわけですね。自民党の総裁の任期中に必ず自民党の改憲4項目を実現すると、実現できなくても目処はつけるということを記者会見に語ってるわけです。で、自民党の会見の4項目っていうのは3ページの、あの3ページのところに書いてあります。で、4つありまして、まず憲法9条は1項2項はそのままにしてるけども、自衛隊をちゃんと憲法の中に軍隊として位置づける。それから戦争が始まると国民を戦争に総動員するために緊急事態が必要だ。で、緊急事態というのは急いで対処しなきゃいけない事態だ。で、戦争などのですね、重大な事件が起きたらすぐ国民の基本的人権制限して戦争体制に移るような、そういう条項を憲法の中に入れる、緊急事態条項を入れる。それから戦争をやるときには軍国教育をやらなきゃいけない。そうすると憲法26条を改めて国民に高等教育を受ける機会を保障するという名目で、そのために教育に介入できるようにする。国定教科書を作るようなことができるようにするって、そういう26条を改正する、そういうことが4項目として考えられているわけです。で、もう一つは、この自民党がいつでも選挙に勝てるように、戦国を生きるときには必ず一票の価値の平等なんてどうでもいいと、ね、地理的状況や歴史的状況のもとで一票の価値なんてどうでもいいから自民党の有利な選挙区を作れるようにしようと、それから大地震が起きたら衆議院議員と参議院議員の任期を延長できるようにしようと。で、日本ではですね、日本列島を見ると大地震が起きたって全国で選挙ができない状況なんてそんなこと起こるはずがないんですよ。
東日本大震災でもそうだったでしょ、阪神大震災でもそうでしょ、日本列島を見てですね、すべての選挙区で選挙ができない状況なんて生まれるはずがないんですよ。だけど生まれるって嘘を言って、この大臣が来たり、戦争が始まったら衆議院議員と参議院議員の任期を延長できるようにしようと、そういう4項目を実現しようとしているという、これが自民党の改憲4項目であるわけですね。これを絶対に俺は総理大臣の間に実現するということを彼は言ったわけですね。そしてこの岸田さんはですね、着々と自民党の中にですね、改憲のための体制作りをしてます。これが4ページを見ていただきますと、まず2021年11月19日にですね、自由民主党の総務会、総務会というのは自民党の政策を決定する部会ですけれども、でここで通らないと国会に法律を、内閣が法案を提出することもできないわけなんですけれども、総務会でですね、岸田内閣総理大臣の指示で憲法改正推進本部を憲法改正実現本部に改めちゃうわけ。だから今自民党の改憲する組織は憲法改正実現本部になっちゃったわけですね。で会長は古谷健二さんという政調会長代行です。そして岸田さんはですね、2021年11月19日の内閣記者会のインタビューに答えて、改憲4項目は必要だけれども、もし野党が協力して改憲4項目の一つでも賛成してくれたらそこからやりますよと言ってですね、もう野党を巻き込んで改憲するということを方針も掲げた。それによって日本維新の会や国民民主党が乗っかり始めてる。だから憲法審査会の皆さん審議見て分かるわけでしょ。自民党と公明党にいつも日本維新の会と国民民主党が賛成するということをやってるということになっちゃう、ね。それから2021年12月29日にはですね、名前を変えた自民党の憲法改正推進本部が全国各地で遊説や対話集会を行う憲法改正国民運動委員会の設置を決めて、そしてそこで岸田内閣総理大臣は異例の出席を行ってですね、こんなことを言うわけです。国会での議論と国民の理解が車の両輪だ、党の総力を挙げて結果を出しお願いする。だから自民党の総力を挙げて改憲策をやるよということをここでこの自民党に発表をかけてるわけですね。でこの葉っぱが吹いたかどうか分かりませんけども、2021年今年の2月1日にですね、自民党憲法改正推進本部は全国各地で改憲運動をやるタクスフォースというのは特殊任務部隊、人殺し部隊みたいなものですけども、特殊部隊を設置して全国を11ブロックに分けて、ちょうど衆議院のですね、比例代表区と同じなんですけど、全国を11ブロックに分けて、そこで大型連休、5月の大型連休までに対話集会を都道府県で最低1回やるという、こういう運動方針を考えて、これが3月23日の自民党の党大会でですね、この決定されるという、こういうふうになるわけですね。そして、私たちがですね、岸田内閣のこういう動きを見て、一つ考えなきゃいけないのは、日本国憲法を読むとですね、内閣に総理大臣や国務大臣には、憲法改正運動をやってはいけないという決まりになってるんですよ。これは憲法の中にちゃんと示してるから、ちょっとこれを覚えてるんで、これから総理大臣が、いや国務大臣がですね、憲法改正をのことを言ったら、お前らそれは憲法違反だからやめようということを言う根拠をちょっと見ていきます。これ日本国憲法の2枚目の資料2の日本国憲法96条ちょっと見ていきます。資料の2番目のですね、日本国憲法の96条を見ていただきますと、こういう規定があります。つまりさんが囲ったってことですね。
生は各議員、衆議院と参議院ですね、総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、憲法改正をするかどうかを発議するのは国会の仕事です。そして国民に提案して、その承認を得なければならない。その承認には特別の国民投票または国会の定めの選挙の際行われる投票ですから、衆議院議員と一緒に抱き合わせて憲法改正の国民投票をやろう、参議院議員のですね、選挙と一緒に憲法改正の国民投票をやろうということもできるし、憲法改正の国民投票だけを単独でやってもいい。で、今衆議院選挙と抱き合わせにやってるのは最高裁判所の国民審査があるでしょ。ああいうようなこともやれるということになる。で、そういうことをやって国民の過半数2分の1プラス1有効投票のですね、賛成があれば憲法を改正するという、これ読むと内閣総理大臣、国務大臣、あるいは内閣が改憲案を国会に提出するとか、内閣が改憲を発議するとか何かすると書いてないわけです。で、日本国憲法に基づけば憲法改正権があるのは国会議員とそれから国民だけなんで、内閣はないわけです。だから内閣のメンバーは一切改憲活動をやっちゃいけない。そして憲法99条で天皇または摂政、摂政というのは天皇の身代わりですね、大臣ですね、および国務大臣ということは全ての総理大臣、他の大臣、国会議員、衆議院議員、参議院議員、裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務をと書いてある。そうすると内閣総理大臣が改憲活動をやる、国務大臣が改憲活動をやると憲法尊重擁護義務に違反するわけです。だからできない。だから内閣の仕事が書いてある73条を見ても憲法改正運動ができるなんて一言も書いてない。日本国憲法どこを見てもですね、内閣総理大臣、国務大臣が改憲活動をやってみるってはないわけだから、だから憲法やっちゃいけないって言ってる、ね、だから総理大臣はですね、で国会でもですね、総理大臣にあなたは改憲やるんですかって聞く人がいるんだけど、そうじゃなくてやっちゃいけないってことを言わなきゃいけない。これが日本国憲法の立場です。そうすると岸田内閣総理大臣がですね、総理大臣として憲法を改正するなんてということ自身は許されないというのが日本国憲法の立場です。ね。だからこれから私たちはですね、国務大臣や総理大臣が会見、いろんな機会を作って会見というかもわからないけど、その時にはダメだダメだ、おかしいということを言って反対する必要がある。これが私たちのですね、立場にあるね。そして岸田内閣総理大臣は改憲すると同時に戦争をやるためにはどうしても軍事費を増やさなきゃいけない。それから軍隊の権限を強化しなきゃいけないわけですから、そこで岸田内閣総理大臣はこの国家の予算を使って軍拡を準備してます。これが5ページの2のところですね。こういうふうにして会見を煽りながら5ページの2のところ、岸田内閣総理大臣は軍拡、軍備拡大に着手した。でこれもですね、ものすごい悪意な方法で軍事費を増やそうとしている。でまずですね、この昨年の衆議院選挙において自民党は選挙公約で現在の軍事費を2倍にするという公約を衆議院選挙の公約に掲げます。これがですね、皆さんのお手元の資料の資料9に載っております。この資料の9のところを見ていただきますと、これが読売新聞が載せたんですね。読売新聞は戦争新聞だから開けると毎日戦争と言ってるんだけどね。で、国民に戦争を理解させるためにものすごく詳細なデータを
この提供してる。これは読売新聞がね、頭がいいなと思ってるわけですね。これ戦争新聞だから毎朝戦争を配ってるんだけどね。で、国民を戦争に巻き込むためにはデータを国民に分かりやすく知らせなきゃいけないっつって。だから大体産経新聞と読売新聞が一番こういうデータは詳しいわけ。尺だけど読まなきゃいけない。書いたくない人は図書館で読まなきゃいけない。で、この昨年の衆議院選挙でこの自民党の公約の中にこういう規定があるわけです。政策バンク要旨っていうの一番下のところを見ていただきますね。6のところ、毅然とした日本外交の展開と国防力の強化で日本を守るっていうところに安全保障っていうのがあるわけですね。じゃあそこでこういうこと書いてあるんです。北大西洋条約機構、NATO 諸国の国防予算の対国内総生産 GDP 目標 2% 以上も念頭に防衛関係費の増額を目指すと。そして敵がミサイルを日本にめがけて撃とうとしてたら日本が先制攻撃をして先にミサイルを敵の基地に撃ち込む、これが敵基地攻撃能力、こういうものをですね、実現するということを公約に掲げたわけですね。そして選挙で勝った261議席獲得したから、絶対多数だ。国会の委員会の委員長のすべての議席と、委員会の過半数の議席を持って、衆議院では自民党を単独で、あらゆる法律、あらゆる予算を通すことができる体制を作ったというのは、この今度の衆議院選挙の結果であるわけです。そこで岸田内閣はどういうことをやったのかというと、5ページの2の A のところを見ていただくと、こういう手法を取ります。まず、岸田内閣はですね、大軍拡のために、2021年度の補正予算案に、軍事費を7738億円、これ過去最高です。補正予算の中にわざわざ軍事費をですね、入れるわけですよ。で、補正予算っていうのは本予算でどうしても実現できないことをやるっていうのが補正予算なんですよね。なのに軍事費を入れちゃった。ね。で、これが2021年12月20日に成立します。そうすると次に、2022年、今年の4月1日から実施する2021年度の予算にまた軍事費をですね、5兆4500億円、これも過去最高で計上して、これが3月21日に成立しました。そうすると、防衛省はですね、これからこういうことやると言ってる。補正予算と本予算で両方を使って軍事費を増やす。で、これをですね、防衛力強化加速パッケージ。防衛力強化加速パッケージと位置づけて16ヶ月予算を作った。補正予算4ヶ月で本予算12ヶ月で16ヶ月予算を作った。で、合計6兆1774億円 1.1% で、これ 2% にするというと倍になる。そうすると日本の軍事費は10兆円になる。10兆円で、6ページを見ていただきますと、日本のですね、国内総生産、どのぐらい GDP を持っているかというと、これ目安が必要です。一番新しい2019年、アメリカは世界の国内総生産の 24.5%、中国は 16.4%、日本は 5.8% で第3位なんだけども、この世界第3位の国内総生産の 2% を軍事費にするって言ってますから、そうすると5兆824億ドルだから、で今1ドルだいたい100円ちょっとだからね、すると500兆円です。日本の GDP は500兆円の 2% だから10兆円だ。そうすると日本の軍事費はどういうふうになるかというと、7ページを見ていただきますと、世界の軍事費の一覧表があります。
高い文字に、これもまた思い出を受けされ、これからのですね、日本の、防衛予算の批判になると思うんですけども、世界でですね、最も軍事費が大きな国はアメリカで、世界の軍事費の 40% を2020年に言っている。世界の軍事費の 40% アメリカが握っている。で、中国は次に多くて、世界の軍事費の 10%。で、日本はですね、7番目の496億ドルですから、この 2.7% になるんですね。で、これ今7位なんですけれども、これが倍額すると、中国について世界第3位の軍事大国になる。2% になると10兆円でしょ。すると、中国について2番目に、3番目の軍事大国になっちゃう。こういうことを今やろうとしているわけですね。で、アメリカと日本の軍事費を合わせると、世界の軍事費の 50% を握っているわけです。それと、世界の軍事費の 50% を握ってたら、どこの国も怖くて戦争仕掛けられないですよね。したがってアメリカのやる戦争はみんな攻撃だから侵略戦争になるという、まあ、そういうようなことが言えるという。で、この防衛力強化加速パッケージによって日本の軍事費を今の倍額10兆円にして大軍拡をやるということになるわけですね。そしてこの16ヶ月予算を組むこと自身が実は憲法違反なんです。日本国憲法では16ヶ月予算なんて作れないよという規定があるんです。つまり予算制度の岸田内閣はですね、壊そうとしてるんですね。どこにその規定があるかというと、また日本国憲法2のですね、財政のところに聞いていただきますと、第86条、日本国憲法の第86条を見ていただきますと、ちょっとこれ、かぶってなかったんです。第7章財政の87条のところを見ていただきますと、86条を見ていただきますと、こういうふうに書いてあります。内閣は毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を得なければならない。毎会計年度というのは、日本では4月1日から3月31日までが会計年度ですね。そうすると内閣は12ヶ月の予算しか作れないんです。で、憲法は補正予算なんて規定ないから、本当は補正予算も作っちゃいけないんですよ。じゃあなんで補正予算作ってるかというと、これは財政法という法律で、予算でどうしても賄いきれない突発事件が起きた時だけ補正予算を作りなさいと。だから憲法は補正予算なんて認めてない。なのに補正予算を使って文革をやるという。だから予算制度、日本の予算制度ね。日本の予算制度は憲法9条があるから予算の中に軍事費を入れてはいけない。そして国会できちんと決めたことしかないことお金使えないということだから、財政民主主義と財政平和主義を国家未然に打ち砕こうという、そういう方法で分割をやろうとしている。だからもう岸田内閣は鼻から日本国憲法の原則なんて守る気ないんですよ、これこっちは。むしろ日本国憲法の条文を壊して壊して壊して日本の国を戦争できる国にするという、そういう政治をやっているというのが岸田内閣の特色だということだ、ね、これがまず軍拡、軍事費の軍拡という大事。そして軍拡にはもう一つ、軍の権限を強くするという軍拡もある。それは8ページのところに行くと、岸田内閣はもう一つの軍拡をやるという、それが敵基地攻撃能力という問題です。3番目、8ページの3ところ、岸田内閣総理大臣はもう一つの軍拡、だから軍拡という場合は軍事費を拡張すると同時に軍の権限を拡張するという2つの意味があるわけですね。で、新聞は軍拡軍拡というと軍事費
増やすことを言ってるけど、そうじゃなくて軍の権限を増やすことも我々きちっと監視しなきゃいけないわけ。それが岸田内閣総理大臣はですね、もう一つの軍拡、軍の権限を強化するために敵基地攻撃能力の保有を実現するということを言ってるわけですね。で、A のところを見ていただきますと、岸田氏がそういうことを最初に言ったのは、もともと敵基地攻撃能力をやろうというのは安倍さんが辞める前に言ってたんですけれども、これを岸田さん受け継いでですね、こういうことを言います。岸田内閣総理大臣は、2021年11月27日の陸上自衛隊浅場駐屯地で行われた自衛隊の観閲式、敵基地攻撃能力を保有を含めて、あらゆる選択肢を排除せず検討し、必要な防衛力を強化している。軍人、自衛隊員という軍人の前でですね、お前ら敵基地攻撃能力をやるから、お前ら戦争に行けということを言ってるわけなんですね。で、それが国会の所信表明演説の中に入れられたんです。すると、敵基地攻撃能力というのはどういうものかというと、敵基地攻撃の普通の考え方は、相手の国の基地を攻撃するという意味なんですけど、で、そういうことが本質じゃなくて、こういうことです。敵基地攻撃能力の本質というのはこういうことですね。で、相手の基地を攻撃する能力のことですけれども、撃たれてから撃ち返したって意味がないわけでしょ。撃たれたら撃ち返して意味がないわけだ。だから敵基地攻撃能力の本当の意味は、相手が自分の国を襲ってくるということが分かったら、先に先制攻撃をして相手の子を叩き潰さなきゃ意味がないわけだから。したがって敵基地攻撃能力というのは、敵の基地を叩き潰すという意味じゃない。そら相手が撃ってくる前に撃ち果たすわけだから、先制攻撃をする。ちょうど日本が1941年12月8日、真珠湾を奇襲攻撃した。ああいうことをやることが敵基地攻撃能力。そして敵基地攻撃能力で相手を先制攻撃して攻撃したら、そこの国が立ち直れないほど完璧に破壊すると。これが今岸田内閣、安倍さんたちが言ってるこの敵基地攻撃の本質なんですね。したがって先制攻撃をやって、その後その国の重要な施設を、ちょうど今プーチンがやってると同じことをやるという、これが自民党の岸田内閣の考えている敵基地攻撃能力ですね。そして敵基地攻撃能力は、襲われたら撃ち返すという自衛権とは別の権利だから、これは侵略権なんです。敵基地攻撃能力侵略権なんですよ。で、侵略権はこれは国連憲章で明確に規定されてるんですね。これは9ページを見ていただきますと、敵基地攻撃能力は、これは先制攻撃ですけれども、で、先制攻撃は、これは侵略することと同じことだから、国連憲章できちんと禁止されてるんです。こういうふうに書いてあります。9ページのところです。国際連合憲章第2条は、こういうふうに書いてあります。すべて加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって、国際の平和及び安定並びに正義を危うくしないよう解決しなければならない。そうすると、プーチンでやってる侵略戦争も、プーチンも国連に加盟してるわけですから、ロシアも。国連憲章違反になる。だって、だから世界中で反戦運動が起きてるということですね。そして、第4項で次のです。すべての加盟国は、その国際関係において武力による威嚇または武力の行使、これを憲法9条が受け入れているわけですね。国連憲章から取っているんですね。武力による威嚇、軍隊と兵隊を使って相手の国を脅すこと、ちょうどプーチンがやっている核脅迫と同じ、これですね。お前、俺の国に言うこと聞かないとお前の国を滅ぼすぞということです。それ脅迫、それから武力の行使というのはですね、相手の国に兵隊を送り込んだり武器を撃ち込むこと、ちょうど北朝鮮にやってるミサイルを撃ち込む、今北朝鮮、ロシアのプーチンにですね、この協力してバン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 撃ってるんですね。あれが武力の行使なんです。ただ北朝鮮はですね、今のところ他の国の領土にちょっとでも当たったら他の国から総攻撃食らうから、だからミサイルが撃つ
も他の国の領土には当たらないように言ってるんですね。で当たったらもう不法だってなるから、だからそういう個性でやってるんだけども、あれが武力の行使で、国際連合憲章は武力による武力の行使をいかなる国の領土保全または政治的独立に対する者も武力を行使してその国の領土を破壊してはいけない、その国の政治体制を破壊してはいけないと言って、また国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。で、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法というのはどういうものかというと、傭兵を使って相手の国を制圧すること、今プーチンもやろうとしているわけですね。だから傭兵を使って自分の国の兵隊じゃなくてお金で雇った兵隊で相手の国をやっておくこともやっちゃいけない。それから相手の国に反乱軍を組織する、ちょうどウクライナにですねロシアの人を使って人民共和国を作っちゃった、ああいうことをやっちゃいけないって言ってる、ね、反乱軍や反乱団体を作ってクーデターを起こさせるようなこともやっちゃいけない。だから武力を行使することによって相手の国を破壊しちゃいけないし、相手の国の政治体制も破壊してはいけない、主権を守らなきゃいけない、こういうことを言ってるわけです。でもってプーチンのやってることは、プーチン大統領政権のやってることはどう考えても国連憲章違反だからということで侵略戦争だってことを言ってるってことになる、ね、そして日本もだからプーチンと同じようなことをやろうと、やるための権利を獲得しようとして敵基地攻撃能力をですね、何としてもこれはゲットするよってことを言ってるってことになるわけですね。で、じゃあなんで岸田内閣総理大臣、岸田内閣はできた以来会見と大軍拡にのめり込んでるんだろう、なんでかなって。で、皆さん漫才師の中でなんでかな、なんでかなっていう漫才師いるの知ってたでしょ。で、あれはね、我々憲法を勉強する者にとって最も大切なことなんですよ。わからないことがあったら何でも何でかな、何でかってあって踊りながらですね、何でかな、何でかでやりながら解明するっていうのは大切ですからね。だから分からないことが起きたら何でかな、何でかなってちょっとやっと、そうするとなんで岸田さんはこんなにね旗あるふりをして会見と大軍拡にのめり込んでるんだろうっていうことを考えなきゃ。そうすると日本はですね、日本は日米安保条約がある、そして日本ではですねこの日米安保条約から日本の外交政策が決められるし、それから日米安保条約によって内閣は自分たちの政策を決定してるんですね。で、その元は何だというと、この資料の3ページのところを見ていただきますと、日本のですね、国の政治をコントロールする条約、日米安保条約があるんですね。で、これ資料3の条約は1960年6月23日に発行しましたから、1960年日米安保条約と言ってるんですけども、これは安倍さんの母方のおじいさん岸信介がですね、あの日本の憲法を壊すためにこのアメリカと一緒になって安保条約を結んだわけですけれども、で、この日米安保条約のですね第5条をちょっと見ていただく、こういうのがあります。この第5条はですね、各締約国は日本国の姿勢のもとにある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って、共通の危険に対処するように行動することを宣言する。で、ここにですね、自国の憲法上の規定と書いてあるでしょ。すると、憲法9条があるから、軍事活動できないというふうに読めるけれど、でこの時に安保条約を通そうとした岸信介氏はアメリカへ行って、いや大丈夫です、安保条約が成立したら憲法9条を改憲で潰しますから、だからこの憲法っていうのは9条のない憲法のことで運用しますから心配しないでくださいってアメリカに言ったわけです。だけど岸信介は自分が倒れちゃったから、
られた政府は岸信介が初めて、ね、で安倍さんは病気で病気かどうかは別だけども、孫はですねまた同じように国民の怒りでコロナ対策が悪いから倒れちゃったわけだ。でおじいさんと孫は2人とも国民の怒りで倒されるなんて言って、この象徴的なですね、出来事を作り出した安保条約なんですけども、でこれ第5条を言うとどういうこと書いてあるかというと、日本の国が襲われ、どこかの国から襲われた、この時はソ連があったからソ連を想定してたんです。まだ中国は60年の時はまだ世界をね騒がせる国ほど力がないからあれだって言っても、ソ連がもしというようにですね、どっかの国が日本を襲ったらアメリカは関係ないんだけども、自分の国が襲われたと思って自分の国が危ないと思って一緒に軍事行動しますよということですね。それから日本国の姿勢のもとにある領域におけるいずれか一方のアメリカは日本に米軍基地を持ってるわけです。で米軍基地はこれはアメリカの領土みたいなもんですよ。日本が入れないんだよ米軍基地の。そうですね、それとアメリカの領土ですよ。それとアメリカの領土だから日本は関係ないんだけども、アメリカの米軍基地が襲われたり、アメリカの米軍基地から飛び立った飛行機や戦闘機が襲われたら、日本も自分の国の領土が襲われた、自分の国の戦闘機や軍艦が襲われたと思って一緒に軍事行動しましょうと。でどこまで戦争をやりに行くかというのは第6条のこと。第6条、日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国はその陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。日本の金でアメリカはどこにでも日本に軍事基地を設けることができますよと。でその日本にある軍事基地でどこまで戦争するかというと極東だと書いてあるわけですね。で極東とはどこだ。で日米安保条約を国会で審議したときに、当時は社会党がまだ力が強かったわけで、社会党の議員が政府に必要について政府は答えなきゃいけなくなって、答えたのがこの資料の4のこの図なんです。資料4のですね、日本あの世界のアジア太平洋の地域の図があるんですけれども、これ私が作って誰も褒めてくれないから自分で褒めてるんです。有森裕君、私を褒めてあげたいって言ったら同じように褒めてるんですけど、あの極東地のこに書きましたように、政府の答弁によると千島列島のうちの南千島は日本の領土だと言っている。南千島と日本列島と朝鮮半島の半分、台湾民国、台湾フィリピン、ここで戦争するんだ、これが極東だと言っている。で日本とアメリカの日本の領土が襲われ、アメリカの軍事基地も襲われたら極東で戦争する。で極東っていうのはですね、これ日本の植民地とアメリカの植民地なんだ。千島列島と朝鮮半島は日本の植民地だったでしょ、台湾も日本の植民地でしょ、フィリピンはアメリカの植民地なんだ。でここで戦争する。でなんでここかというと、まだ日本の自衛隊は1954年に出て、安保条約は6年しか経ってない。6年しか経ってないとですね、海外で戦争する能力まだあんまりないから、じゃあここら辺だったら、まあ、自衛隊も戦えるだろうということで、この極東というのを決めた。そしてそれから21世紀になった時に、アメリカはもう自衛隊は世界で戦争する能力を持ったから安保条約を変えようということで、資料の5を見ていただきたい。資料の5にですね、21世紀になって安保条約を実質的に変更する新世紀の日米同盟というですね、そういう文書を発行します。これ安保条約を改定すると国民が怒るから、こっそりと改定しようということでですね、安保条約を改定してしまう。で新世紀の日米同盟の一番肝心なところは、2006年6月31日の朝日新聞の朝刊、新聞ではこの朝日新聞が全て載せたから皆さんにお読みいただいてるんですけど、防線2段目の防線引っ張ったところ、21世紀の日米安保条約はどこで戦争するかというと、こういうふうに書いてある。21世紀の
地球的規模での協力のための新しい日米同盟を宣言した。地球的規模なんです。極東から地球的規模だから。この地球上どこでもアメリカが自分の利益のために世界中で戦争したら、どこでも自衛隊は、日本はアメリカと一緒に戦争に行かなきゃいけない。もはや自分の国が襲われたらという、そういう考え方はこれっぽっちもないわ。日本の防衛と全然関係なく、アメリカが世界三陸で世界中で戦争したら、どこでも日本は戦争に行くという、そういう安保条約に変わったわけです。だから21世紀の安保条約は、地球的規模での日米同盟だと言ってる。で、日米同盟というのは、日米核軍事、経済同盟ですから、アメリカは核兵器で戦争やるという国ですからね。それと今、日本とアメリカの軍事関係は、地球的規模での協力、スター・ウォーズですよ。英語見たいでしょ、皆さん。で、ウォルト・ディズニーの映画はね、21世紀になってからね、特色は、女性がみんな主役になったこと。あの、スター・ウォーズも、21世紀のスター・ウォーズはみんな女性が主役でしょ、知ってる？もうみんなね、ウォルト・ディズニーもね、21世紀の冒険映画はみんな女性を主役にし始めたって、それは特色だけど、スター・ウォーズをやると言ってる。で、今、戦争をやるときにはですね、みんな、戦争をやる相手の国の軍事基地がどこにあるかは何で調べてる？人工衛星でみんな撮ってるから。だから北朝鮮の核基地なんてどこにあるかみんなアメリカ知ってるわけですよ。ただ襲わないだけ。だけどね、まあそういうふうにして、21世紀の日米安保条約は地球上どこでも戦争する安保条約になってしまう。いうことです。で、したがって日本にとっては日本の防衛とかなんかに無関係なんです。だからアメリカの戦争をやるというところはどこでもやりに行くということですから、アメリカが中国と戦争をするぞと言えば、はい、分かりましたということになるわけです、ね、でその代わりに軍事費を増やしましょう、軍権を増やしましょう。で、アメリカは米中戦争やると言ってるわけでしょ。日本は米中戦争安保条約で行かなきゃいけない。そうすると中国がミサイルで日本を撃とうとしたら敵基地攻撃能力で早く撃ってしまおうという、そういう体制を作りたいというのが今岸田内閣 の、 この戦争政策だということになるね。だから岸田内閣総理大臣が、岸田自民党総裁がということでいいんですけどね、会見と大軍拡にのめり込んでいるのは何だというと、21世紀の日米安保条約、地球的規模の日米同盟から出てくるアメリカの戦争にみんな協力するために海警と大軍拡にのめり込んでいるということになる、ね、で、バイデン大統領はどうやってですね、この米中戦争をやろうとしているかということを見ますと、もう一回9ページに戻っていただいて、でバイデン大統領政権は昨年の1月20日に発足するわけですけれども、トランプ大統領に勝ってですね。で、そしたら、発足したらすぐですね、もう米中戦争の準備を始めるわけです。こういうことを言うわけですね。この、アメリカ・インド太平洋軍のフィリップ・デイビッドソンという司令官は、2021年3月9日にですね、アメリカ上院の軍事委員会での公聴会で証言して、こういうことです。今後6年間のうちに、中国は台湾に軍事攻撃を仕掛ける恐れがある。こういうことを証言するわけです。で、この証言を罵しにして、バイデン大統領はですね、何やったかというと、まず10ページの B のところですけれども、アメリカ、オーストラリア、インド、日本の4カ国協力をクワッと作るね。で、自由で開かれた中国を締め出す、自由で開かれたインド太平洋を形成するという名目で中国包囲網を作るわけです。で、これは経済的包囲網で、次に C のところです。
昨年の9月15日にはバイデン大統領はですね、アメリカとイギリスとオーストラリアで新たな中国包囲軍事網を作るオーカスを創設します。そして日本に対しては昨年の4月16日、菅義偉内閣総理大臣はですね、自民党内の地盤が派閥の親分じゃないから、自民党内の派閥の親分の派閥の親分じゃないから政治基盤がないから、バイデン大統領の助けを借りるために一番真っ先にバイデン大統領のところに行ったわけですよ。で、世界中でですね、新しく総理大臣が大統領が就任すると真っ先にアメリカに駆けつける国は日本だけなんです。ということはアメリカの日米安保条約って日本の属国だから、日本の総理大臣はアメリカの大統領からお前はいいやつだと言ってもらわないと政権が続けられないんです。国民からどんなに人気があってもお前はアホじゃと言われたらそれで終わりなんです。だから何としてもですね、日本の総理大臣は就任したら真っ先にアメリカへ行ってアメリカの大統領から、あ、いい子いい子って言ってもらいたいわけですね。で、菅さんもそのために拝み倒して、コロナの中のパンデミックの中の拝み倒して4月16日にバイデン大統領と首脳会談をやりました。そこでバイデンからすごいこと言われていたわけですね。これが10ページのですね、この D です。で、バイデン大統領は日本国に対して4月16日のバイデン大統領菅義偉首脳会談によってこんなことを約束させます。まず米日核同盟を強化し、日本の防衛力を強化し、アメリカによるですね、台湾海峡の平和と安定を築くための戦争に参戦すること。で、アメリカはですね、これまでみんな戦争をでっち上げてきたでしょ。ベトナム戦争の時もトンキン湾で北ベトナムに襲われてて嘘を言ったわけでしょ。だからイラク戦争でもフセインが核兵器を持ってるって嘘を言って戦争やったでしょ。そうすると台湾で中国が何もしなくてもアメリカが勝手に台湾海峡で軍艦や潜水艦いっぱい行ってるから、おい、中国から襲われたって言えばそれで終わりなんですよ。だからアメリカの戦争なんて、ね、いつもでっち上げで始まってるからね、ほとんどが。ほんだ、世界の軍事の 40% を持ってる国で戦争仕掛ける国なんてありえないんだから。だから北朝鮮ともですね、今のところはアメリカが黙ってるからまんま平気でいいんだけれども、アメリカが本当に中国と戦争の国があったらね、中国は何もしなくても台湾海峡でアメリカの軍艦を襲われた、原子力潜水艦を襲われたといえばそれでいいわけだ。で、そういうことをやってでも戦争をやるというのがバイデン大統領政権のあれなんですね。で、それをやらないと中国によってこのアメリカの地位が危なくなると、世界を支配するアメリカの力が弱くなるということを言ってるわけ。だから、お前、日米安保条約があるから、日米同盟があるから、これは絶対にお前も台湾、俺が戦争をやったらお前も戦争をやれよ、はいと言ってきたって、これが菅さんのですね、約束である。それからもう一つ、米中戦争が行われるときにですね、そうするとアメリカの沖縄の辺野古基地ってものすごく大切なんですよ。あれがなければ米中戦争できませんよ。アメリカの本土から軍艦が、飛行機が飛んだら途中で落ちちゃうかって言ってね、なんでアメリカがアジアで戦争できるかっていうと、日本に軍基地があっていっぱい武器も、で、アメリカの軍艦を修理できるのは日本だけなんだから、他の国なんてできないんだから。だから日米安保条約というのはアメリカのアジア政策で最も大事だったんでしょ。そうすると本当にアメリカが中国と戦争するとなったら辺野古に基地を作らないと戦争できないわけ。したがってどんなことがあっても辺野古に基地を作ると。で、その時にこういうこと言ってるんですね。米中戦争に不可欠となる沖縄県名護市における米軍基地建設を普天間飛行場の継続的な使用を回避する唯一の解決策とすることとか。で、ここを読むとですね、継続的な使用を回避すると書いてあるわけでしょ。そのために普天間を返してやると言ってるわけです。
ちょっとこれを もうちょっと皮肉な目で見るとですね、臨時的な使用のためという目的を取ったら普天間返さなくてもよくなるってことです。辺野古ができた、さあ返してください。待て、臨時的に普天間基地を使うからと言ったらですね、返ってこないと。したがってひょっとすると普天間に基地を作っても、ごめんなさい、辺野古に基地を作っても普天間は返らないかもわからないということをここに文章で言ってるわけですね。ということです。これがひょっとしたら合意と思う。これから今21世紀の経済で半導体がないとどうしようもないわけですから。で、今半導体を一番たくさん持ってるのは台湾、中国、ロシアですからね。と中国半導体同盟を作って中国の半導体を抑えようと、こういうようなことを約束していた。で、これがこの菅義偉さんがさあ俺帰ってきて、これから俺これをやろうとしたときにコロナで負けて、コロナに負けてしまってですね、倒れてしまってんで、岸田さんがそれを受け継いだ。だからもう出発点から改憲と大軍国だってことになるね。で、12ページを見ていただきまして、日本は国家挙げてですね、これから6年後に行われるかもわからない米中戦争に参戦する準備を始めなきゃいけない。そして米中戦争に参戦するためにはどうしても文革をやらなきゃいけない、ね、軍人を増やさなきゃいけない、軍権を増やさなきゃいけない。これからもう一つ、米中戦争にもし参戦するとすると、どうしても憲法を改正して自衛隊を国軍にしなきゃいけない。今自衛隊は国軍でも何でありません。単なる軍事組織なんですね。で、なんで言うかというと、戦争が始まるとですね、捕虜になる時があるわけでしょ。すると捕虜になる時に自衛隊は日本軍じゃないから、その場で単なる人殺し集団なんだから、その場で殺されてしまう。すると自衛隊の人が戦争に行って捕まって捕虜の取り扱いを受けるためには日本軍という証明書が必要。それは日本国憲法の中に自衛隊を入れなきゃいけない。だから何としても自衛隊を憲法の中に入れる改憲をやるということですね。これから緊急事態条項をやるということです。なんでかというと、国民を戦争に総動員するためには、今日本国憲法では徴兵制もできませんし、国民を戦争に動員することできませんよ、憲法9条があるから。そうすると緊急事態で戦争状態が起きたから国民は基本的人権を制限するという緊急事態条項があれば、国民をこれは中国戦争に総動員できるわけですね。これが岸田内閣が改憲と大軍拡にのめり込む根本であるわけです。そして国民が米中戦争に参戦するためには国民をもっともっと貧しくしなきゃいけない。もう飯が食えないから戦争が希望だ、軍隊の銀シャリが希望だというふうにならなきゃいけないから、今の国民をもっともっと貧しくしなきゃいけない。で、そのために岸田内閣は新しい資本主義を生み出したんです。で、岸田さんは新しい資本主義はアベノミクスの審判ですよと言ってるんですね。で、アベノミクスはどういうものかというと、豊かな人はより豊かに、豊かな企業、大企業はより豊かに、貧しい人はより貧しく、普通の人はだんだん貧乏になるというのがアベノミクスだったでしょ。で、これをもう一回やると言ったらどうなるか。で、国民が貧しくなれば貧しくなると軍隊が希望の星になると、そうすると喜んで戦争に参戦するだろうと言って。それから今、岸田内閣は経済安全保障推進法を作ろうとしている。これは何だというと、日本の経済を軍事経済に変えるための、経済の軍事化をするためにやっている、ね、武器輸出、軍事研究もできるようにする。だから特許もみんな政府がコントロールする。だから大学で軍事研究ができるようにする。そのためのお金を出す。そうやって国民を戦争に巻き込もうとしている。そうすると今年7月の参議院選挙、もし参議院選挙で改憲派、自民党、公明党、日本維新の会や国民
民主党が参議院の総議員の3分の2以上改憲が可能となる議席を確保したら、岸田内閣は3年間国政選挙をしなくてもいいわね。参議院は3年間選挙できない。だから今度の参議院選挙で岸田内閣、それを支える自民党、日本維新の会、公明党、国民民主党が勝利して改憲に必要な3分の2以上の議席を占めたら、国政選挙をしない黄金の3年間が生まれると彼はそう思ってる。そして黄金の3年間のうちに改憲も大軍拡も実現して、でアメリカが米中戦争にやると言ったら日本も参戦すると、そういう体制を整えようとしてるわけですね。でなんで今かというと、一つの戦争体制を作るためには5年かかるんです。だから今バイデンも昨年から準備始めたでしょ。それと日本も5年かかるわけです。だから今のうちに準備しておかなきゃいけない。これが岸田内閣が改憲と大軍拡に乗り出す最も根本的な理由である、ね。そして14ページを見ていただきますと、日本はですね、今大企業が世界中に子会社を作ってる。すごいですよ。今日本の企業がですね、5387の企業が世界中に子会社32,918作ってる。そうするとこのアメリカと一緒に戦争できる体制を作ることは日本の大企業にとって嬉しいんですよ。世界中に大企業が子会社を持ってるでしょ。そこが襲われたら今は助けに行けないわけ、憲法9条があるから。だけども今度戦争できるようになったら助けに行くことができるようになるから、だから日本の大企業は大喜びになる。そうするとこの岸田内閣の改憲や大軍拡はアメリカが喜ぶと同時に日本の大企業が大喜びだから、だから力を合わせて改憲をやろうとしているということになっているわけですね。これが岸田内閣の改憲を大軍拡をやる2つの理由です。日本の資本主義にとっても世界中にある日本の企業を守ってくれる戦争ができるというのはこんなに嬉しいことなんだよ。それからアメリカにとっても中国と戦争するときに日本は役に立つ、いい国だ、まあ、こういうふうになっちゃう、ね。でこれは今岸田内閣の下で行われている改憲と大軍拡、したがって今日本は6年後に戦争やるかも分からないから戦争の前夜になったっていう、戦争の前夜が始まってると。やるかやらないかは分からない、やるかも分からないけどやらないかも分からないけれど戦争の準備してるわけですから今日本は戦争の前夜である。でこの観点から自民党の動き、野党の動きを見ると大体よくわかるでしょ。だから彼ら今後何やるかなってことも大体よくことができるで。これに対しては私たちはどういうふうに対抗していくのか、そうするとちょっとですね21ページを見ていただきたいんですけども、21ページ私たちはこれから岸田内閣の改憲と大軍拡、あるいは米中戦争に反対するために必要なことはどういうことかというと、21世紀という時代はどういう時代で、私たちは今言っているのは21世紀で、21世紀はどういう時代なんだろうということを考えてですね、この対策を立てなきゃいけないわけ。そうするとこういうことがあります。21世紀という歴史的時代は世界各国における民衆の反戦平和、基本的人権尊重、民主主義尊重、地球環境保護の思想と運動の高揚により、すべての人間と動植物と地球は、ただ人間だけじゃないよ。すべての人間と動植物と地球は、平和のもとで幸福になる権利がある。平和的幸福という権利。
なんで動植物と地球が入ってくるかというと、人間は地球と動植物がないと生きられないわけです。そうですね、人間の食べてるものはみんな動植物です。そうすると人間だけ一人で幸福になることはできないわけで、地球が破壊されたらそれでパー、地球環境を今守り守れと言ってるっていう、動植物が滅んじゃったら人間も滅んじゃうわけ。したがって我々21世紀の考え方は、人間、全ての人間と動植物と地球は平和のもとで幸福になる権利は、これが一番新しい人権思想です、ね、そして全ての紛争は話し合いで解決、対話で解決するということが、これは普遍となる時代、今21世紀です。それから全ての人間、全ての戦争と自衛戦争、侵略戦争、経済戦争、それから全ての武力による威嚇武力の行使、自衛目的、侵略目的、制裁目的の武力の威嚇武力の行使が違法となる時代です。21世紀は自衛戦争が違法となる時代、そして戦争を仕掛けた国が結局は負けるという時代。21世紀アメリカ、イラク戦争、アフガニスタン戦争、最初勝ったけどみんな負けた。だから21世紀はね、戦争を仕掛けた国が必ず負ける時代だから、だからプーチンも必ず最後は負けますということになるね。から4番目、戦力。戦力というのは武力組織と武器ですけども、持たない国を、戦力を持たない国を侵略することはできなくなった時代だ。なんでかというと、戦力を持たない国を侵略したら、国際社会から糾弾を受けて、経済制裁を受けられて崩壊しちゃうわけです。だから21世紀は、戦力を持たない国を侵略することができなくなった時代だ。その標識は、コスタリカは、1983年11月11日に非武装戦、衛星中立国を宣言した。で、コスタリカはアメリカの元にいても平気でしょ。で、21世紀はこういう時代ですから、したがって憲法第9条で、憲法第9条は歪んだ心じゃ読むんじゃなくして、清潔な心で、今清潔な心というと、乙女の心というと、これジェンダー平等に反するからね。まあ今のところね、今のところ清潔な心というのは乙女の心だからね。乙女の心で9条を読むと、一切戦争しない、戦争の道具は持たない、全ての紛争は話し合いで解決を、非武装非戦、対話永久平和主義が9条でしょ。そして日本国憲法はもう一つ、平和的生存権というですね、新しい権利を保障しているわけです。ちょっと見てください。日本国憲法の、この1枚目のですね、ところに、憲法の私の手書きの前文というところにですね、前文というところ、字の丸三のところにこういう規定がある。我らは全世界の国民が、いいですか、我らは全世界の国民が等しく恐怖と絶望から免れ、平和のうちに生存する権利。これは平和的生存権と憲法が言ってるけど、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。誰もが平和のもとで恐怖と絶望がないもとで幸福になる権利があると言ってる。それと21世紀は日本国憲法の第9条と平和的生存というのが人類の導き直しになる時代。これが人類の希望だということになるんですね。そうすると私たちは憲法9条支持に自信持って、で世界に広める、むしろ世界中の国に憲法9条を入れてくださいという運動を起こすことが日本のですね、役割になるだろうと。そして日本が襲われてでも、日本が襲われたときに自衛隊を使って戦争するという考え方は20世紀の世界です。日本が襲われてもどうやって武力を使わないで侵略者に対抗するかということを考えるのが今21世紀に生きる人間の努力なんです。いいですか皆さん、一番簡単ですよね。あ、自衛隊がいるから日本が襲われたら自衛隊を使って戦争しようなんて、これは20世紀の発想方法ですね。
21世紀憲法9条と平和的生存権は人類の導きの星になる時代のもとでは、侵略者が来てもどうやって武力を使わないで侵略者を排撃するかということを考えなきゃいけないんです。今日本では誰も考えてないから、だからすぐ自衛隊を使って戦争をやるということを言うわけです。でもしね、自衛隊を使って戦争をやって自衛隊が勝ったらどうなるんです？自衛隊が英雄になってもう自衛隊廃止することはできませんよ。廃止されるのは9条です。だから日本が襲われて自衛隊を使って戦争をやるという人は憲法9条を潰すことになる。だから我々は総力を挙げてですね、憲法9条のことで仮に侵略者が来てもどうやって武力を使わないで侵略者を追っ払う方法があるのかということを考えなきゃいけない。それが私たちの21世紀の時代である。でそのためにはどうしても改憲阻止しなきゃいけない。で改憲阻止するためにはどうしたらいいかというと、22ページを見てください。22ページ書いておきました。まず国会議員たちは本当に戦争に反対し、改憲に反対してるんだったらという前提条件ですよ。口先だけじゃなくて本当に心から改憲に反対してたら、国会議員たちが改憲阻止議員連盟を作ってくれなきゃ困るわけです。だから我々は国会議員に対して、あんた本当に改憲に反対するんだったら改憲に反対する議員たちで改憲阻止議員連盟を作れということを要求しなきゃいけない。これ今ないでしょ。逆に自民党が改憲議員連盟すでに作っちゃってるんですよ。改憲派の議員たちは自民党に先を越されてしまってるわけです。だから改憲に反対する人は国会議員に対して、あんた方は国会の中で、なぜかというと改憲を国会議員が発議するんだから、そうですね。それとその改憲に反対する議員が国会の中で改憲阻止議員連盟を作ってくれなきゃいけない。これを我々要求しておかなきゃいけない。それから議会の外では我々は社会の中で何をするかというと、今いろんな団体が改憲に反対する。国会でもね、共同センターとか選挙委員会とかいろいろあるわけだって。でそういういろんな団体のリーダーたちが集まって変なメンツにとらわれるんじゃなくして、改憲阻止国民会議を、今改憲阻止国民会議という組織ないんだから、その中に行動とかあるからいるけど、それないわけだ。国民の中に明確に改憲に反対する集団を作らないと国民投票で改憲阻止できないということになっちゃう。だから国会の中に議員たちが改憲阻止議員連盟を作ってください。で私たちは社会の外、議会の外で改憲阻止国民会議を作りますよ。そして議会の改憲阻止議員連盟と社会の改憲阻止国民会議で改憲阻止で、これができない限り負けると僕は思ってるんですけど、だから私たちもね、いろんな改憲なんか今いっぱいあるわけだ。改憲反対運動ね。けれども国民が一つにまとまらなきゃいけない。議員が一つにまとまると同時に国民も一つにまとまらなきゃいけないから、今運動のリーダーたちに改憲阻止国民会議を結成するために会議を持ってほしいと、そういうふうに思っているわけですね。そして国民はね、すごいことこれまでやってきました。20ページをちょっと見てください。20ページを見てください。3段目のところですね。でこれは皆さんもすでにやってらっしゃることです。国民はこれまで日本国憲法が危なくなると一人で、あるいは共同で学習会、講演会を開き、集会、デモを行い、裁判を起こし、映画、芝居、音楽、ドキュメント、図書を作り、詩、短歌、俳句、川柳を作り、署名を集め、皆さん言ってましたよね、投書し、声明を出し、グッズを作り、スタンディングを行い、ツイート、ツイッターだな、こんなに多彩な活動をしてきてるわけです、我々はですね。で、世界中見渡してもですね、自分の国の憲法を守るために、こ
こんなに多彩な運動をやってきた国民は日本の国民だけです。なんでかというと、ヨーロッパの場合はですね、憲法改正というのはね、日本の憲法の改正のように日本国憲法9条を潰すということは日本国憲法の命を奪うことでしょ。だけどヨーロッパの改憲というのはね、こういうふうに例えばヨーロッパの憲法の中にはですね、議員の改正が憲法の中に書いてるわけですよ。上院議員何名、下院議員何名、そうすると上院議員1人を増やしても改憲、1人減らしても改憲、こういう改憲がヨーロッパでは普通の改憲なんです。で、日本の場合によってね、日本国憲法の命を奪う改憲なんてのはめったにないわけだと。で、いかに日本国憲法の政府が、政治家が日本国憲法をないがしろにしてるかっていうことの証拠であるわけですけどね。で、世界中でこんなにね、素晴らしい運動をやってきた国民は、日本国民が僕は最もこの素晴らしい国民だと思ってるもんです。だからこれから我々はこういうことをやっていくと。で、こういう運動をやりながら国会議員たちに一つにまとまってほしい、国民も一つにまとまる。で、これができたときに多分改憲は阻止できて、新しいですね、日本国憲法の下で日本国憲法を全面改革、今まだつぼみですよ、日本国憲法ね、つぼみです。つぼみでこんなに素晴らしいんだから、満開になったらもっと素晴らしい。桜の満開と同じようにですね、私たちがこういう運動と改憲阻止議員連盟、改憲阻止国民会議ができたら日本国憲法を満開にできるだろう。そしたら世界に先駆けて最も平和的な国になる、これが私たちの未来だろうと思います。で、今この岸田内閣はですね、協力を挙げて改憲に反対運動やってますから、今私たちがやるべきことはきちっとやって、そして何としても改憲阻止して21世紀をですね、私たちの時代にするために、これから皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではもうここで交流の時間、たっぷり問題は取りたかったのですが、先生の熱いお話をしっかりお聞きいただいて、そこを覆っていきたいと思います。ただ若干の交流をさせていただけたらと思いますが、質問あるいはご意見等ございましたら、ぜひよろしくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。私たちもこのコロナ禍の中でいろいろこの集会とかなんか制約されてきて、正直言って今国民運動というのは弱まってるっていうね、そういうのを痛感するわけです。で、しかし改憲の状況というのは去年の総選挙での自公改憲勢力が3分の2を大きく超えるという状況と、それからもう一つこのウクライナの侵略をめぐって非常にやっぱり改憲の国民的な議論というのはやっぱり実際に既に始まってるなということをね、すごく感じます。で、今日もちょっと午前中地域での行動がありましたけれども、署名なんかをね集めたんですけれども、署名には協力してくれました、その人は。だけど非常に不安に思ってるというふうに言って、ちょっとそれ以前ウクライナ戦争の侵略が始まる前の給料を守れっていうのとちょっと違うね、こう揺らいでるっていうのかな、これで果たして、日本の平和とあれは守れ、世界の平和を守れるのかっていう、そういう疑問をね、そういう例っていうのはあちこちずっと私もこの間感じてきましたので、
本当にもう一度の憲法全文と九条の持つなんとかこの方向こそしかこの21世紀の国際的な平和の必要とか日本の平和的な未来ってないっていうね、そこの確信を強めないとですね、今そういう状況的にマスコミの構成だとかロシアの侵略によってでその九条の姿っていうのは正しく国民に伝わらないっていうね、まあ、大変な状況に来てるなっていうのを強く痛感してますので、まあ、今日先生のお話になった中身をね、改めて私たちも学習してやっぱり公正的な論議っていうのをね、もうすでに国民投票というのね、のこともあり得るという前提で私たちも活動を強めていかなきゃいけない時代に来てるのかなっていうようなことを思いながら、まあ、そんなことをちょっと感じて、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、はい、ごめんなさい、石井さん、川野さんですか、こちらから見えなくて失礼しました。川野さん、お願いします。今の話にもありましたけど、ウクライナ問題はですね、マスコミや、いろんなところでいろんな意見が出ております。でその中にですね、非常に特徴的な意見として、確かに理想としては話し合いや外交で、解決するべきことであると、しかし実際に戦争になったらどうするんだという意見が結構出てますね。でそれに関して、まあ、私はですね2つの点で私としては反論するんですけれども、一つは、武力で、戦おうと思ったこれは相手を上回る戦力を持たなければこれは絶対に勝てないと、予防できないと。で例えばロシアの場合は6000何百発も核兵器を持っているわけです。それに対抗しようと思ったら1発や2発の核兵器は絶対無理ですね。でましてやそれを持っていたかというと抑止力にならないと。ではそれを上回るための武力を持つのかと、まあ、そういう点で一つ反応します。それから二つ目はこれが一番大事なことですけども、実際に戦争が始まってしまったら俺は無傷で勝つことは不可能だと。どちらも勝った方も負けた方も傷つく。その時にあなたはこの愛する家族を戦争に巻き込んで犠牲にしたいんですかと。ウクライナ問題を見てもですね、まあ、私はウクライナの正義があると思いますけれども、あそこで悲惨なことを思ってます。ですから戦争に勝者はないと言われる理由だと思いますけれども、だからこそ戦争にならないようにすることが一番だと、まあ、私はそういうふうに、まあ、意見を言うんですが、先生のご意見をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。先生いかがでしょうか。今ご発言ありましてもですね、私たちがこの問題を考えるときにね、もう一つ付け加えると、国際社会がその本当のウクライナの問題でですね、団結したように、この私たち自身と戦争に反対する世界中の人たちが手をつなぐことができるという新しい国際世論ができるということが、これまでの戦争と大きな違いなんですね。でそれが先ほど冒頭で言いましたように、他の国がこの戦争に手を出すことができない状況を作り出しているということで、これがこの侵略をですね減らす、これがうまくいったら本当に侵略を減らすですね、大きな要素になるだろうということが、今度のウクライナ戦争の一番新しいことだ。そしておっしゃったように、我々自身がですね、このまあ全ての国がそうなんだけれども、この戦争に至る前におっしゃったように話し合いでね、この開戦にならないようにものすごい努力するっていう。でそのためにはやっぱり国際連合等々のですね、国際的組織のやっぱり改革もしておかなきゃいけないということも含めてですね、何よりも21世紀は話して対話で解決する時代だということで、それぞれの国の政治家が自分の国との外国との紛争は全て話し合いで解決するような、そういうこの体制をきちっと作ってもらうように、主権者国民が選挙を通じて含めてですね、
この政治家に伝えなきゃいけないわけです。そしてこのおっしゃったように僕も賛成なんですけれども、軍事を使う戦争が起こる前にその国の政治家が逆に国民が命かけるんじゃなくて、政治家が命をかけて自分の国と対決している国とですね向き合うべきだってですね、これがこれまでなかったことなんですよ。政治家は適当なところで逃げて戦争やっちゃう、この時は違うんだよと。政治家自身が命かけて自分の国と危機がある国とに行って話し合いをする。だから日本の場合、岸田内閣総理大臣はですね、これは担当一本刺して腹を切る覚悟で交渉に行くという、こういうような、こういうことをこれから政治家に我々が要求していくことによって、話し合いで戦争の端緒を開かないようにするということを、この国民が民主主義の力で要求していくことがものすごく大切になる。これもロシア侵略戦争からの我々の教訓だと思う。そしてこの復讐には復讐を、武器には武器だということをやったと。結局その双方とも被害を受けることになるわ。だから皆さんにも言いましょう、仮にどっかの国から襲われたときに平和的手段でどうやって対抗するかということを本当に私たち自身が考えようじゃない。今我々ない、我々の中の我々の側にですね、侵略されたらこれまでは武器で戦えばいいということだった。いや、我々は本当にどういう方法でやったら相手の侵略をですね止めることができるかということを真剣に考えて、その知識を蓄えることがこれからの私たちの戦いだろうというように今考えています。僕も考えますから、皆さんもですね、ぜひとも考えてですね、でそれを大きく広めていっていただいて、そうすると仮に侵略されてでも武器を使わないで相手を跳ね返すことができると、そういう体制作りをしていくことが21世紀に生きる私たちのですね、新しい平和の努力ではないのかなと思っている。でおっしゃったように2点、私も大賛成。ありがとうございました。よろしいでしょうか。他の方いらっしゃいますか。よろしいですか。それでは、交流の時間はここで閉じさせていただきたいのですが、最後に穂崎さん、穂崎さん一つ、一番戦争を体験されている立場として、今日のご感想でもよろしいのでお願いできますか。どうも今日はありがとうございました。本当にもう先生が現状、日本憲法がどういう立場に置かれているか、それを今日は非常に、明瞭に私たちに説明していただいて、私もああやっぱりそうなんだなという思いで改めて拝聴させていただいて、それは日本の憲法が今これほど平和憲法が必要な大事な価値を、ますます高めているという状況で、それを本当にその価値を本当に世界的に私たちの日常の生活に生かしていくか、これを理屈じゃなくて、実際問題として対応していくと。戦争しちゃいけない、戦争絶対しちゃいけない。平和憲法が言ってるのは戦争を絶対しないということですから、私たちは戦争の準備をするんじゃなくて、本当に平和憲法を持っていかに平和な世界を作っていくか、世界的に絶対に戦争なんかしちゃいけない、もう本当に私それが一番これから の問題で、理屈じゃなくて現実にやはりそれを我々の力で
実現をしていかなきゃいけない。まあ今日の金子先生のお話、それを現実に私たちが思うするとその力ってどうなんて申し上げたらいいかわからないですけど、みんなで力を合わせて平和を本当に作っていかなきゃいけない。平和憲法というより戦争なんて絶対やっちゃいけない。戦争をやったら私たちが殺されるんですか。今のロシアの海では本当にもう理屈抜きで分かるんですね。戦争をやらせるのは政治家だけど、やらされるのは私たち国民で、殺されるのは弱い私たち国民の子供たちですから、もうこんなこと絶対に許さちゃいけないと思う。これ理屈じゃない、理屈抜きじゃない。もう現実問題としてやらなきゃいけない。私は13歳の時のことは今でも本当に思い出す。日本の政治家のめちゃくちゃなこと、無責任。本当によくもあんなことをやらされたもんだ、やらさせたもんだ。ね、310万人殺されたっていう、日本人だって殺されたっていう、そんなこんなもんじゃつまらないですよ。500万超えるんじゃないか。全体で3000万ですよ。あの戦争で殺された人たちは。こんなこと絶対に許さちゃいけない。それはその意味で今の、戦争、ロシアの戦争、非常にいい例を与えてくれてると思うんです。私たちはあれを一つ大きな教訓として、見つめながら、一日でも早くあれをやめさせるっていう。それも一つの日本の平和憲法のまた目的でもあると思いますね。まあそんなような思いを今また改めて思ってますけど、今日は金子先生にまたこれからの10年、20年、いやこれは永久にそうだと思うんですけど、永遠の平和を私たちは地球上作らなきゃいけない。それがまあ私たちの平和憲法を持っている国民のなんていうか非常に誇りのあるなんていうか責任だと思っています。金子先生にもこれからもまた私たちに本当にいろいろな教訓を次回教えていただいて、我々の、努力がなんていうんですか、こう協力になるようにぜひ教えていただきたいと思っております。非常にありがとうございました。ありがとうございました。それではこれで交流の時間を閉じたいと思います。あ、はい、どうぞ。あ、すみません、お名前お願いできますか。浦和パークハイツの9-10の野口幸男と申します。野口さん、はい、ご苦労様です。私実は、北京から引き上げてきた、満州の安山生まれの生き残りです。で、今年9月には88歳になります。一言皆さんのお耳に入れておきたいと思うんです。私の父は満州の教育専門学校ですけど、226事件の、まあ、結局関連もあってだと思いますけれど、満州の、結局満鉄系ですから、いよいよ中国に軍を派遣するということになったときによく選ばれてですね、
戦部班という組織に送り込まれた、ね、それです。私の兄弟はその時は男2人でした。で、あと3人目は終戦直後に亡くなりました。まあ、とにかくそういう経歴は置いといてですね。一番申し上げたいのは、相手を知るっていうことをもっとやってもらいたいと思う。というのはですね、4月号の特別号、それから今度の5月号の特別号、文藝春秋を、まあ私が毎月購入して読んでるんですが、あそこの記事をですね、皆さんもっと真剣に、勉強してもらいたい。相手を知ることによって、結局相手を倒すというのは、これはもう戦時生まれの人間は身にタコに聞かされているもん。それに、それでこの苦情の会は私、福岡出身ですけど、福岡の苦情の会にも出させてもらいました。で、あそこがやったら時に自民党の憲法改正案、そういったものをね、コピーをなりまして、それでその詳細を私に認識したんですが、やはりもっとね、この苦情の会のあのやり方、それにそういう相手を知るっていうことをもっと日常化してもらいたいと思う。そうでなければこの流れを止めることはできないと思います。特に今度のね、ウクライナ戦争、これは 何が原因かっていうのを、そういう記事を見ることによってもっと根源的なところを知ってもらいたいと思います。それなしにはね、この苦情の会自体が崩れてしまう、そういう危機感を感じているんです。というのは、苦情の会を発案した10人ぐらいの方、大半は亡くなりました。小田町琴さんなんていうのは、その中に、それから珍しいのは、三木師匠の息子、夫人、こういう方も合わさった、その、なんていうんですか、思想を超えたね、提案で苦情の会が発足した。これによって相当、いろんな方が集まってたはずです。です、これを今先生がおっしゃったような、そういう力に集約すれば、何かの結果によって戦争はなくすように、世界がそういうふうな方向に行くことができるんではないかと、私はそれを念願してます。本当にね、戦争反対っていうことで、私は子供の時からもう
とにかく親がそういうあれがあったんで、ずっと戦地を転々して、最初は聴覚校、今度のオリンピックで一つの競技場になりましたけど、あの聴覚校のあれで小学校1年生を、それでその2年になるときに三聖教の林君っていうところまで行ってるわけです。で林君から北京に転勤して、2年の時ですから、で北京に来たのは3年で、4年の時に8月15日を迎えたわけです。で幸いにして私の場合は北京が最後だったもんですから、なんとか福井、翌年の春に天津のタープというところから乗りまして、車掌に協力したわけです。そういうふうなね、経過をたどってきたもんですから、絶対に戦争は反対だということで、もう高校の時も例の自衛隊じゃなくて、要するに防衛大学、そういう募集もあったんですけど、それを拒否するというような育ち方をしました。それだけにね、絶対に戦争は起こしてならない。そのために私自身は何もそういうような関連の、あれには実際は加わってなかったんですが、とにかく思いだけはずっと続けてるわけです。で、こういうあれで話すべきかどうかと最後まで迷ったんですけど、こういう人間がおるということを一つの支えにしていただいて、よく皆さんそれぞれに相手をよく捉えて、それに見合ったよく戦いをしてもらいたい。これは一種の戦いですから。ありがとうございました。本当にご自分の体験を通して戦争は反対だという思いをお話ししてくださいまして、ありがとうございました。それでは講演の方と交流の時間はここで閉じさせていただきたいと思います。時間はそれではもう最後に金子先生に大きな拍手で、先生ありがとうございました。時間はそれでは次のところ、日本国憲法全文と第9条を読むという、いつもこの回でやっているんですけれども、時間がありませんので、ここでは全文は半分でいいですか。それでそのもう一度改めて全文と9条を私たちがもう一度確認したいと思います。では原山の若林と中尾球場の会の江原の方で読ませていただきます。お願いします。今球場だけなんですけどね、今日はやっぱり全文を楽しめたいということで全部目に置くんですけども、時間がありませんので、後半の部分をやりますので、皆さんは小さいのでこちらをご覧ください。全文を日本国憲法全文、
日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、専制と連獣、圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。第2章、戦争の放棄。第9条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を成立に支給し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。全項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。ありがとうございました。再び私たちは全文と9条をしっかり胸に収めていきたいと思います。では連絡ですが、ちょっと一言、今度5月14日この会場、大きな会場がありますが、そこで緑区文化の輝け球場緑区文化の集いという会が開かれます。今日は他地区からも何名もの方が参加してくださっておりますが、ぜひチケットの販売等も行っておりますので、お知り合いの方に声をかけ、ご都合がつきましたら、ぜひ今度は小森さんのお話を通して勉強したいと思いますので、そちらにもお集まりいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。それでは閉会の挨拶に入ります。すみません、金子先生の著書、外で販売しております。よろしかったらぜひお買い求めください。お願いいたします。では閉会の挨拶をお願いします。おまぎ球場の会の本田の方でさせていただきます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。47名の方の参加をいただきました。このコロナの中でね、一席ずつ上げてやるっていうような感じで実施しましたけれども、やはり今現実に起きている戦争、そういう中で関心が非常に高かったんじゃないかと思います。そして演奏の皆さん、本当に文化というものは民族性があるけれども国境がない、そして私たちに本当に勇気を与え、励まし勇気を与えていただきましてありがとうございました。金子先生、本当に長時間にわたりありがとうございました。私も金子先生の民主主義憲法からファシズム憲法へっていう先生にしたら珍しく薄い本なんですけれども、そこでやはり歴史の流れの中でこうなっていくだろうというような予定まで全部あの本には書いてございます。ところが実際にはそう起きてはいません。着々と戦争への
準備が進められていますけれども、あの安倍元首相が言ったように会見を私は実現できなかった。それは国民の協力を得ることができなかった。私たちはこの憲法を本当に守り、そして生かしていく、これがやはり最も大切だっていうことを今日の先生の話でお分かりになったんじゃないかと思います。そしてユーモラを交えて多くの昨今の起きている状況からいろんなことを解き明かしていただきました。私たちがこれからやるのはやはり昨年の衆議院選挙で改憲勢力が 74% 近くの議席を占めた、これは小選挙区制という虚構の音だと言われても現実にはその議席を持っているわけです。これをやるのにはやはり私たちが来たる参議院選挙を含め、そして先生が先ほど言われてましたように、先生も私も高校時代が60年後です。そういう中でやはりいろんな戦いが組まれていった、そのことが頭にあるんじゃないでしょうか。やはり本当に国の中で全体に私たちが一つの大きな力を作って戦っていくことを先生は呼びかけていました。ここに来てる方だけじゃなく多くの方に呼びかけ、そして会見を阻止していって新しい世の中を共に作ろうじゃありませんか。どうもありがとうございました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。あの出るとき、まあ、人数そんなに多くありませんが、できるだけ間隔を空けて対応していただきたいと思います。後ろの方から順番にお願いしたいと思います。ありがとうございました。わかりました。よろしくはい、お疲れ様でした。はいはい、あの、はい、本に対してはサインをやっていただけるそうですので、え、よろしくお願いします。あのサインをしていただけるそうなんで、え、なんかでもない、え、行ってこないんだ。